すごい。何も見えない。真っ白。こんにちは、福祉の未来デザイン研究所の泉です。今日は北海道えりも町に来ています。数回に分けて北海道で取材をしてきています。前回お邪魔した浦河町から南東に向けて車で1時間少し走ると太平洋に鋭く突き出したえりも岬に到着しました。晴れ渡る青空に岬の突端まで見渡せ、感動的で雄大な景色が広がっているような気がしました。えりも町は人口5000人程度の町です。前回からお話を伺っている高田さんらのクリニックが高齢者の通所介護事業の運営を通じて過疎の進む地域でのメンタルヘルスケアに対してのアプローチをされています。それ以外にもグループホームや企業連携を通じた就労支援など浦河町での実践だけではなく隣接する様似町やえりも町を股にかけ教育や高齢者福祉、民間企業等分野を横断した地域福祉実践をされてきている様子が伺えました。人口減少、少子高齢化が進む地域において精神保健福祉士がどのようにソーシャルワーク実践を行うべきか、精神科クリニックの中だけで地域医療の役割を担うのではない地域や学校でのアクションがそこにはありました。そしてやはり当事者が地域で活動することにより生み出される価値や可能性を見ることもできました。では今週もよろしくお願いします。まずはえりも町での取り組みから勉強をスタートしましょう。管理者でケアマネージャーの吉田さんに施設の概要などを教えていただきました。まあ、小規模地域密着型の小規模多機能型居宅介護事業所で、定員は25名になっています。えりも町において高齢者施設は入所型が中心だそうで、なのでいろりでは在宅でのケアをとても重視されているそうです。あと訪問の方なんですけども、だいたい1日延べですけど30件から40件回ってまして、で最大昨年で最大訪問回数が1100回っていう月、うん、在宅を支えるっていうところに、うん、フォーカスして、あんまり通いやる気ではないかもしれないですね。介護保険サービスの事業所なので、もちろん基本的に利用者さんは高齢者らしいのですが、まあ、昨年はあれですよね、中学生が不登校、あ、そうですね、ちょっと学校で過ごされなくて、いろりで過ごすっていうところが出席日数として教育委員会の方でもカウントさせてもらいましたよ ね地域交流スペースが併設され、多様な人が集まる場、災害時の避難拠点としても使えるようになっていて、教育委員会との連携も深いらしいんですね。教育学校との連携がとてもここは良くて、私もこの町内の小学校中学校全校にスクールカウンセラーで入っている関係があって、そこで出会う子どもたちをどうしても学校だけではケアできないという部分で、ここに来ることでいろんな学びをしてもらったりするっていうことをも挑戦していて、柔軟に学校だけではない地域全体で子どもを支えようという取り組みがあるそうです。それは障害福祉サービスの分野においても同じようで、若い身体障害の方、統合失調症の方の居場所として活用されるケースもあるとのことでした。そういう制度から漏れちゃう人たちの拠点として位置づけていますし、大事なのはそういう人たちも含めて我々はここで小規模多機能をやってるんだっていう認識を、職員とかこの地域一人一人にこう浸透させるっていうのがすごく大事かなっていうあたりですね。人口や社会資源が少ない地域において、一つの事業所が多面的な役割を担い、制度から漏れ落ちそうな対象者へのアプローチを試みておられるようでした。さて、このような地域福祉実践がスタートに至る背景要因やプロセスについても考えてみましょう。
まあ、統合失調症を中心とした精神障害の方たちの地域生活支援っていうのは、まあ、慣れてる。ただ認知症を中心とした高齢者の方たち、特に少なかったんですけど、やっぱり何名かいましたよね、その精神科病棟に入院して。地域で精神保健福祉実践の中で認知症高齢者の方に向き合うこともたびたびあったそうです。そういった方たちをいかに地域で支えるかということについて深く検討するようになったそうなんですね。まあ、ある先生が来た時に、この町は精神医療の地域生活支援ベースがあるから、あとはその柔軟な、形を変えることのできる、まあ、小規模多機能のようなまあ、介護サービス、それがあると、この精神医療の実績があるんであればできるよって言われて、なので高田さんらは調査や情報収集として各地の小規模多機能の好事例を視察に行き、自らも研修に参加し勉強をされたそうです。またその上でいきなり施設を開設するのではなく、地域住民向けの講演会などを企画し、地域での小規模多機能の意義などについて共有したり、その他にもで、この町をどうしたいかっていうことを町民参加型のタウンミーティングみたいなことをやって、出てきた時にもちろん認知症高齢者の方たちの、まあ、希望もあったんですけども、一番は子供たちのこととか、子供たちの居場所とか、お母さんたちが集まる場所がないとか、買い物に行く時間もないとか、そういう問題があるんですね。だったらこの小規模多機能にやっぱりそういう要素も含めた本当に地域に密着した場所を作ろうぜっていう話になって、ちなみにこういった地域福祉実践、そして地域住民とのネットワークというものは一朝一夕でできるものではないですよね。実際のところはある程度の種まき期間があったということでした。で、実はそのつながりを作るってそう簡単ではないじゃないですか。そのつながりを作るアプローチっていうのはもっと前から実はやっていて、サロン活動をやっていて、そのサロン活動っていうのが、まあ、我々精神医療とこの町の宗教者、お坊さんたちが連携して組むサロン活動をやっていて、そことのつながりのベースがあって、そして、まあ、この小規模多機能構想もそこがベースとなって一緒にやるようになって、そのように長期的なプロセスを積み重ねて現在の実践が始まっているようでした。ビーフカレーです。ビーフカレー、はい、エリモで採れたほうれん草です。さて、お昼はみんな大好きカレーライス、何でもえりも町で採れたほうれん草が入っているそうなんですが、これも高田さんらの活動の一つらしいんですね。ハウスで採ってるやつ。そうです、そうです。それでかなりの2割ぐらい出るのかな、周りの食べられない部分は。まあ、それをここで活用したりして食べてるんでね。味は変わんないですよね。変わんないです。うまいですね。うまいですね。実際の畑に連れて行ってくださるということでついて行ったのですが、僕が想像していたのとちょっと違う、まるで建設現場のようなところに到着しました。そういう運送会社さんか。そうです、土建会社さんが作ったやつで。あったね。いやほうれん草とトマトをやってるんですけど、ほうれん草もこれで終わり。ほうれん草栽培の活動の様子から地域資源活用の視点や企業との連携について考える機会にしましょう。じゃあ、お話を伺ったのは浦河東町診療所のソーシャルワーカー木村さんで、そもそも論でこの活動のベースを確認したんですけれども、今日もデイケアのプログラムでここにみたいな流れでしたので、まずこのハウス自体が土建屋さんが持ってるハウスで、今は東町診療所デイケアあるので、まあ、デイケアのみんなとちょっとこう行ってみないかみたいな流れもあって、でほうれん草これも植えるところからやってとか、なんかそんな感じの枠組みで週に1回ぐらい出入りしてますね。お話の通り、後でお邪魔する東町診療所の精神科デイケアのプログラムとしてがメインだそうです。
ただそれ以外の枠組みでも参加者を受け入れておられるそうで、例えばえりも町の方で、まあ、いろりの方でつながりのある、でもまあ基本的には東町診療所の外来にかかってるみたいな方もちょっと地元組として今日は2名くらい参加してくださってますね。他にも学校に通えていない児童の居場所としての活用もあるということでした。で、まあ、なんか学校に行かない分なんかここでいろんなことができるようにみたいなことを意図したときに、まあ、こういう場所も提供できるっていうか、ここに来る目的ってほうれん草を借ります、収穫して袋詰めして出しますだけじゃないので、それぞれがなんかいろんな意味を持ちながらここにいるっていうことを保証するのがいいのかなみたいな気もするので、こう負荷もかかるけれどもこういう体験ができて、でかつその出荷をするので自分たちがどれくらい取ったかとか今日どれくらい頑張ったかみたいなのを目に見える成果として出てくるので、成功体験というか分かりやすくこのプラスのフィードバックをもらえるみたいなところで、なんかすごくみんなこう率先してくるっていうか、企業としても活用しきれていなかった農業設備を活用できていることはメリットですもんね。ところで参加されている当事者の方の自由と自己決定がとても保障されているなと思ったのがこちらで、このほうれん草の収穫って言っても選べるんですよね、自分の得意なことに合わせて。で今日は疲れるっていうのであれば休むし、今日は演奏するんだっていう人もいるし、でその人たちを一切なんていうか働けよとは言わないので、この場所とか空気感がいいんじゃないかなと思いますね。音楽を奏でて自分を表現することも、ほうれん草の袋詰めも参加するそれぞれの一人一人の一つの表現方法であり、主体性を尊重した環境設定の一つなのでしょう。えりも町って素晴らしい、それをもっといい町にしていこうぜ、そのためにはどうしたらいいんだろう、もしたらそこに障害を持っている人や高齢者の人の役割がもっと出てくるかもしれないよね。このような地域で活躍の場を作り、当事者が主体的に役割を担うという考え方のベースは何なのか、お話を伺うため浦川町へとんぼ返りすることにしました。今日の襟物ほうれん草だってそうですよね。自分たちがやれる役割を探してそこに入っていく、やれることをやると、これは地域の人たちも応援するんだ、うん、あなたたちが統合調書になったかもしれないけど、自分たちが何をするっていうことが役割として大事か、そういう地域にそういう形で参加していくんだと。川村さんは浦川日赤病院の精神科が廃止された2014年、浦川日赤に隣接する形で高田さんらや何人かのスタッフとともに独立し、東町診療所を設立。退院した当事者の人たちを支えるため地域に根ざした精神科医療を実践されてきています。精神障害を地域の人たちに理解してもらおうっていう話がもうね長年あるわけですよ。精神障害者を理解する世の中って来るんだろうかって思うとね、僕はそんなもの来ないと思ってるの。そんなこと期待しないの。理解してもらうんじゃなくて、ベテルもね古くから何十年か前から向谷さんが地域を理解しようっつって、地域の人たちの苦労を、健常者の苦労を理解しよう、健常者ってのはあんまり健常でないらしいぞと、みんな無理してカッコつけて何でもない顔してる、実は困ってんだと。この町も今高齢者が増えてますよ。冬になると北海道ですよ、雪降ります。ここに地域の高齢者の家を訪ねて雪かきするっていうのがここの統合失調症のメンバーを中心とした地域活動ですよ。年寄りの人はね、心からありがとうって、地域の課題に、高齢者の多いこの町の暮らし方に自分たちが何ができるかっていうね。地域に理解されるではなく、逆説的に地域を理解し主体的に役割を担い貢献していく、ベテルを取材した時にもあった地域と苦労を共有する、そんな考えがあるようでした。続いて精神科の医師として仕事を始めた頃のこと、当時の精神科医療の実情などについても伺いました。で地域からは精神科病棟は差別の対象となって、うん、まあそこに行くようになったらもう人間終わりだという、まあごくごくどこの町にもあったような、特に田舎は
みんなこう知り合いな分だけ、まあ差別が露骨だったんじゃないかなって思いますね。当時の川村さんの大きな変化のきっかけになったものを伺うと、やはりそこには当事者の活動があったということでした。当時アルコール依存症の自助グループですね、特に私の場合は AA の活動に非常にこう影響を受けたっていうか、やっぱり精神科の、ね、治療の場は暗いわけですよ。そして管理的で閉鎖的 で医者は偉くて、全てが医者の指示。アルコール依存症の人たちは自助グループっていう中で回復していき、まさに生き方まで大きく変化していく、成長していくっていうのを見せられて、で自分自身の問題を笑って語っていく人たち、精神科病棟の中じゃなかったんです、笑っている患者さんっていうのは。自らの力、自らの経験をオープンにし、仲間でって一緒に回復を目指すという人たちのエネルギーは私には強烈だったですね。うん、医療者が主体、患者が客体という精神科医療の構図と異なる当事者同士が影響し合い変化していく関係性は、川村さんのそして浦河地域での精神保健福祉実践に影響を与えていったようでした。さて、お話にあった仲間同士の相互作用、地域のいろんな場面で拝見することができました。ちょっとじゃあ住人の、そう、あ、皆さん住人自己紹介から映っても構わないですか？映っても構わない、映っても構わない、映っても構わなければあ、こんにちは。こんにちは、柳と申します。よろしくお願いします。この住人の小野村大地です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。自己紹介いいですか？宮田拓海と、あ、趣味は、趣味はゼロです。ゼロです。お邪魔します。すみません、ありがとうございます。精神保健福祉士で、診療所で働いている泉です。でも今はこうグループホームのサビ缶を去年からやってて、あの3つのグループホーム の管理者をやってます。僕と違って目の奥が笑っている泉さんに、精神保健福祉士として気をつけているポイントなどを伺いました。できるところを伸ばしていくっていうのはすごい大事だなと。できる人たちをこう支援すればするほどできない人になっていくっていうようなことがあるなと思った時に、なんかこういかにやらないかっていうことと、自分たちじゃなくてもできることは何なのかっていうことはいつもこう気にしてやっていますね。毎週木曜日が自分の当番の日なんですけど、料理が作るのが好きで、みんなに美味しいって言ってもらえるのが嬉しくて、一人暮らし長かったんで。ほうれん草畑で民族楽器の演奏を披露してくださった柳さん、料理もプロ級で、僕も少し試食させていただきましたが、とても美味しかったです。このように支援者だけで何かをするのではなく、みんなが自分のできることを積極的に生かし合って、仲間同士協力して生活されている様子が伝わりました。こうなんかこうみんなが活躍できたりとか、その人の持ち味が生かされたりっていうところをどう引き出していくかっていうことは、なんかこう普段から意識してグループホームでもデイケアでも支援に当たるようにはしてますね。たまにスタッフが匠くん薬って渡すと、いや田中先輩からもらうから結構です。他のメンバーから飲み屋って言われるのとって何か違ったりするものなんですか？違う、あ、全然違う。こういった仲間同士の相互作用はグループホーム内だけにとどまるわけではないみたいですね。ここのグループホームはこう活動拠点にもなっていまして、デイケアのプログラムの一環でここを使ったりしています。グループホームなんですけど、子どもたちとかいろんな人たちが集まってここで楽しく過ごすっていうことを大事にしてやっていってますね。地域に開かれたグループホームの様子も続けて拝見しましょう。でもカエルはいないでしょ。まあ、アメンボだったらたくさんいました。あー、マジ？ほんとだ。カエルの親分はいないね。ね、親分ない。お母さんじゃないんや。大丈夫、そこです。黒いとこ。そこの白い石の横。あれね。
気持ち悪い。ほんまやな。子供たちが一番伸び伸びできるっていうのは枠の外で、どうしても枠の中だとすごいルールがあったりだとか縛りがあったり先生のこう指導があったり、でもこういう場があることで子供たちが解放される、自由があって愛があって、私はこういうとこあるよっていうことを連れてこれるっていう場所があるのはもう本当助かっています。お話の通り浦河町でも教育機関との連携関係は多くあるようで、この日はグループホームの一部を使い東町診療所のデイケアのプログラムとして開催されていたイベントに地域の子どもたちも参加しているということでした。こういった枠組みを超えた活動の広がりの背後にもやはり当事者の存在が大きくあるようでした。苦肉の策っちゃ苦肉の策ね。デイでやるしかないかみたいな。最近不登校の子いて困ってんだよねってみんな協力してくれないかみたいな人を統合失調症の人に相談するみたいな、私たちがたら、もう分かりました、今日なんかやりましょうみたいな一緒に作って社会サービスを共同で作っていくみたいなプロセスに入っていく。そしてやはり子どもたちのための場所作りが当事者のメンバーのための場所にもなったというお話 でうちのメンバーが子どもたちに教えるっていう現象が起きたんですよ。こうやるんだよ、はい集まってとか、メンバーとか障害を持ってる人たちっていうのは、まあ、してもらう側でしたから。だけどこう混ぜるとなんかこう立場が変わったり逆転したり役割が出たりする。しらじらしく役割をとかメンバーが主体でとかそのことやんなくて、もうみんなで一緒に今困ってる人を支えようぜ。このような相互作用を最大化する秘訣もあるのでしょうか。子どもたちにはまず楽しんでいってもらいたいなっていうことと、本当に安心する場所っていうのがなんかすごい大事だなって思っているので、どこにも自分の居場所がなくて辛い気持ちでいるっていうところに、ここに来たらなんかすごい楽しいことやってるし、なんか美味しいもの食べれるし、なんか面白い兄ちゃんもいるし、そういった安心感の大切な要素もまた当事者の存在から学べるものかもしれないというお話で、来てるメンバーも自分自身が学校行きたくなかったから平気で学校行かなくていいんじゃないのって言っちゃうんですよね支援者の中にある、まあ、もちろんリスクを考えることも大事ですけども、なんかこう患者さんを低く見たりする閉鎖的な考えっていうのはやっぱりすごくあって、なんかそこをこう一回こう取り除いて向き合った時にまた変わるんじゃないかなっていうのとすごく共通してる感じがしてて、メンバーたちの方がそれできるよね自然とできます。恥ずかしくなるよ、ね、我々が専門性という言葉で表現しているいろいろな知識や経験が逆に阻害要因になっている可能性もあるのかもしれません。支援者の存在というのは非常にちっぽけで無力な存在なのかなと感じました。今回の取材で皆さんのお話から無力さというのは一つのキーワードだなと改めて感じました。そして何とかしたくても何ともできないこのね、自分自身の無力な現実、社会の無理解、偏見、何一つ一人では戦えない、もうね情けない、本当にそれでもこの現実の中で何ができるだろうかっていうね、私たちはね笑うというやり方を持ってたわけ。私に直していったってこの現実を直せる力なんか私にあるわけがないっていう、この現実をね、患者さんをバカにして笑ったんじゃないです。私の無力を含めて笑ったんですよ。だからみんな一緒になれたよ。いい空気だったよ。今の空気よりもう考えられないくらいいい。僕らがいくら不登校のことをカウンセリングしても学校に来れるようにならないんですよ。だけど当事者の人たちと共に安心できる居場所を作ると学校では見せない表情を見せるわけですよね。
彼らはやっぱりこう、やっぱ希望であり光になっていくという部分では、そこを私たちがちゃんと生かすっていうカードを切れるかどうか、私たちがやるんじゃなくて、私たちが一歩引いたりちょっとこう共同して行うことができるかっていうところがやっぱ試されていると思うので、自分たちがやっぱこう変革していくっていうのは、こうあるべき、当事者こうあるべきとか、こう住むべきとか、そういうことをいかに拭い去って、本当の彼らの本当、まあ、光をこう出て導くかみたいなところがすごく大事だなと思う。常に見なきゃならないのは自分かなというふうに思います。ありがとうございました。ありがとうございました。まとめとして、今回は当事者が地域で活躍することにより生み出されている多くの価値についてや、その存在が希望となり、より広い範囲に良い影響を生み出していることを学びました。その背景には、精神科病床がゼロになる経緯を通じて、精神障害当事者が地域に入り、主体的に活動してきた歴史があり、また、我々のような専門家と言われる立場の人間であっても、できることは限られている。そういう自分たちの無力さを謙虚に認め、自己各地を深めつつ当事者と共に歩んできた積み重ねがあったからなのかなと考えました。大変勉強になりました。取材にご協力いただきました皆さんと、その偶然の巡り合わせに感謝しました。神様みたいな人を神様がこの世裏からに起こしたんだよで、私みたいな人もなぜかこう同じ事件に裏からに起こして、まあ単なる偶然ではないっていうか、何かね、大いなる力が働いてこういう出会いを、でまた向井さんとだけの出会いじゃなくて、ここにいる多くの、まあ、患者さんと呼ばれる人たちと出会ったっていうことに、その一つ一つを何か貴重な出会いとしてきたのが向井さんであり、私もそういう姿勢には学んでいたっていう。ありがとうございました。どうも。福祉の未来デザイン研究所では、このように全国各地でより良い福祉の未来をデザインしていこうと活動している人たちを取材して動画にまとめ発信する活動をしています。ぜひ今後ともチャンネル登録や継続的なご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では今週はこれぐらいで、福祉の未来デザイン研究所泉でした。今日も一日皆さんにとって素敵な一日になりますように。ではまた。